アミラル・ペトレ・バルブニエヌ・ Q ・コルベットは、ルーマニア海軍が運用するコルベットの艦級。正式名は1048号計画型コルベット。NATO コードネームは、テタル・アイ型コルベット。設計は、ルーマニア国内で行われたが、経済上の問題によって、計画は遅延した。ネームシップは1980年に寄港された。主センサーとしては、S バンドの対空。 対水上捜索レーダーである MR-300 にルブカオマスト長部に搭載している。手法としては AK-72659 口径 76mm 連装砲を艦首艦尾看板に一機ずつ搭載した。下記完成レーダーとして X バンドのヤコールを上部構造物上に設置している。また、近接防空用としては 上部構造物後端の上限に AK-230-65 口径 30mm 連装機銃を搭載し、その直前に下記完成レーダーとして MR-104 類子を設置している。ABC エリック・ワートハイム、ザ・ネイバル・インスティチュート、ガイド・ツー・コンバット・フリーツ・オブ・ザ・ワールド、16スエディション、ネイバル・インスティチュート・プレス、ピアニッシュも560から561。 ISBN 978から15億9114万9545ヒストリカルオーバービュールーマニア海軍2015年1月5日閲覧ザ・五十コルベット・スクワドランシップス、ルーマニア海軍2015年1月5日閲覧ありがとうございます